はい今回はアフィンガーとスウェルの違いを比較。稼ぐにはどっちがいいのかということで、まあ、ブログ初心者さんですね。最初、ワードプレステーマすごい悩むと思います。なんですけれども、まあ、選ぶ基準が分かれば大丈夫ということで、今回はアフィンガーとスウェル。 この2つを比較してみました。まあ、小難しいことはたくさんあるんですけれども、まあ、初心者さんがこれから稼いでいくにあたって、最も重要なこと、例えばアフィカとスウェルを選ぶ基準ですね。で両方のテーマの長所と短所で、まあ、僕が多く使っているテーマも紹介するんですけれども、まあ、最低限押さえておけばいいところだけをまとめました。まあ、小難しい機能全部知る必要ないんで、えー、参考にしていただけたらと思います。でも結論です。 最初の結論です。ブログ初心者さんに向いてるのがスウェルで収益重視ならアフィンガーです。はい。僕の結論です、あくまで。なので、まあ、いろんな意見見ていただいていいんですけれども、おまあ、収益重視っていうのはですね、やっぱ機能がたくさんあるんですよ。アフィンガーはとにかくすごいいっぱい機能あります。はい。で、まあ、正直これ使わないんじゃないみたいな。<laughs> それぐらい機能あるんで、まあ、結構上級者向けというか、まあ、1個ブログを作った人がですね、えーまあ、2個目作りたいと。さらに収益を上げたいと。 1個目ある程度慣れてるんで、2個目っていうのは知識あるんで、アフィンが使ってみようかぐらいのノリですね。ノリって言ったらいいのか。そういう感じです。なので、僕が、僕ですね、それなりの数をブログ運営してるんですけれども、じゃあ新しくブログを作ろうかってなった時に、に、アフィンがいいかなと思います。ある程度ワードプレスの扱いもできますし、ちょこっとググればわかるぐらいの感じになってるんで、アフィンガあ実際僕使ってますけれども、アフィンが、何ですかね、新しいサイトを作る時に。 アフィンガー使うという感じです。で、初心者さんに向いてるのはスウェルかなと個人的には思ってますね。で、まあ、その理由は扱いやすいです。とにかく扱いやすいです。で、まあ、2つここに並べましたけれども、えーまあ、稼ぐための機能が揃っている。でも初心者さんにはやや難しいかもということですね。で、スウェルは比較的簡単で初心者さん向けと。でも、機能面でも稼ぐには十分です、正直ね。えー、まあ、アフィンガーよりもちょっと機能は少ないかもしれませんけれども、まあ、あーじゃあ、 なんていうんですかね全然ダメかと言われたらそんなことないです。普通に検索上位でもね、最近スェル結構見かけるようになってきましたんで、え全然問題ないかなと思います。はい、なので、まあ、パソコンに自信があって、あらゆる機能を使いこなしたい方がアフィンガーで、そうじゃない方はスェルだと思っていただければいいと思います。この2つで比較する場合ですよ。はい、なので、私は、まあ、主婦の方とかで、パソコンがちょっと弱いという方がアフィンガーに行くのは僕はお勧めしないですね、正直なところ。はい でまあ、ちょっと主婦の,主婦の方で、まあ、ちょっとパソコン自信ないけど、ブログでちょっと稼いでみたいんですみたいな、まあ、そういう方はスウェルがいいと思います。これは間違いないと思います。思います。間違いないと思いますっていうのはちょっとあれですけど、まあそういうことですね。で、アフィンガーはもうちょっとパソコンを普段からいじっていて、まあ、文字入力とか、あまあ、ショートカットキーとか、まあ、基本的な操作は迷うことないんですし、えー、新しい作業をしても、まあまあんまり迷わないっていうぐらいの方がアフィンガーを選ぶべきかなと思います。 で5つの項目で今、えー、比較してみました。まあうん、この点数は、ね、あんまり当てにしないでください。これ難しいです。ただ値段が違うというのだけはちょっと理解していただきたいなというところですね。でえー、値段が1万4800円でアフィンガーの方が安いです。でスウェルは1万7600円ですということですね。でえーまあ、先ほど解説したんですけれども、まあ、成果、まあ、機能が一般のアフィンガーで操作性を重視するのはスウェルですね、えー。初心者の方はスウェルがいいと思います。 でちなみに僕が一番使っているのがザットオールということで、えー、一応3サイトで今作ってます、まあ4サイトも。4サイト目も作ってるんですけれども、まあ、理由としましてはトップページのデザインのバリエーションがすごい多いんですよ。えー、なので、えーまあ、デザインを簡単にできるという感じですね、はい。ブログ全体の方ですよ。記事の中身ではないです。 ブログ全体のデザインを結構簡単に、しかもバリエーション豊かにできると。デモサイトの数も確か9個あったんで、えー、他のワードプレステーマよりも格段にバリエーションがあるというところですね。あと、必要なプラグインがお問い合わせフォームを作るプラグインとかもいらないと。ボタン1つで固定ページで作れるというのはいいですね。プラグインが少なければ当然、えー、まあ複雑な操作がちょっと減るというところですね。 はい、で操作面言いますと、滑るよりやや難しく、アフィンガーより簡単みたいな、その間ぐらいと思っていただければいいですね。はい、なので、あのー、まあ、t h ルでしたら、まあ、僕のブログにいっぱい、僕が一番使ってるので記事ありますし、まあ、僕も多少質問にはお答えできるというところですけれども、まあ、操作面で言うと、滑るの方が簡単なのかなと思ってますね。はい。で、えー、アフィンガーし、アフィンガー今6ですけども、音滑るをお勧めする人ですね。アフィンガーは、まあ、なんていうんですかね、まあ、費用もありますけど、 やっぱりワードプレステーマっていうのはブログ運営、もう1年、2年やったらずっとそれを使うわけですから、途中で変えるっていうのはあ結構大変です。もうできないと思っていいです。はい。もうすごい作業が大変で、その作業意味ないですからね、費用、あの収益につながらないんでね、はい記事、記事書くわけでもない作業なんで、収益につながらないんで、基本的にワードプレスは、ワードプレステーマは変えないと思っていただきたいです。で、じゃあ、その時にワアフィンガーは、まあ、なん,ていうんですかね、ある程度パソコンに詳しくて、まあ、 ガツガツやりたいという人向けで、えー、スウェルはですね、あのー、サクサク記事が書きたいということですね、まあ。機能がある程度絞られてるんで、まあ、結構直感的にスーッと書けるんで、まあ、ブログ初心者の方はやっぱり、えー、スウェルの方が使いやすいかなと思っています。まあ、ただ、費用の差が3000円ぐらいあるんで、えー、そこも多少はちょっと考えた方がいいのかもしれないですけど、まあ、僕はね、費用、最終的にはあんま、うん、関係ない,ないと思うんで、うん、やっぱり成果出してほしいので、うん、多少の3000円の差ぐらいだったらちょっと、 ブログ初心者さんだったらスウェルがいいかなと思ってますけどね。はい。で、えー、あと判断するときに知っておくと役立つことなんですけれども、まあ、デザインだけで簡単に判断しない方がいいです。まあ、デザインが綺麗っていうのはですね、まあ、そのサイトはサイトじゃない、ワ、えードプレステーマ販売する人ですよね。 がきれに作ってるんでね、デモサイト。なのであの、自分がそれできるわけではないんですよ。なので、まあ、デザインで、パッと見のデザインで判断しない方がいいかなとは僕は思ってますね。はい、であと、デザインは PV に直結しま,しません。まあ、ある程度ね、綺麗にしないと読者の人が見てくれないっていうのはありますけれども、うん、デザインは最優先ではないと僕は思っていますので、なので、まああ、デザインよりはやっぱ機能とか、まあ、記事の書きやすさっていうのは重要かなと思います。で、費用面、先ほど3000円って言いましたけど、 うん、これも1年、2年、ね、使うんであれば、あんまり重視しないでい、えー、きたいなとこっていうところですね、はい。で、あと他のテーマが乗り換える場合、先ほどワードプレステーマ乗り換えない方がいいですよってお話し,しましたけど、万が一乗り換えるんでしたら、スウェルに乗り換えた方が簡単です。はい,っていうのは、乗り換え用プラグインがあるんで、えーまあ、これ、な、ま、ん、あ、ですかね、このプラグインを使ったから簡単に乗り換えられるっていうわけではないんですけれども、うんまあ、多少他のテーマよりはあデザイン崩れが少ないということですね。 まあただ、ワードプレステーマの乗り換えは本当に、えー、本当に慣れた人じゃないとお難しいです。うんえー、僕に例えば、100記事あるブログのテーマを変えるってなると本当に大変なんで、その無駄な作業になっちゃう可能性がありますね、はい。そこは気をつけていただきたいなと思います。で、僕個人の話させていただきます。僕個人は、まあ、フィンガーかザットール選びます。で今ザ、ザットールいっぱい使ってますけども、うん、まあ、あくまで僕はある程度経験しているからっていう理由もあるんでね、ねなんとも言えません。 でえーまあ、フィンガーはやっぱりパソコン慣れしている人がいいかなと思いますね。でザットオールは、まあ、フィンガーとスェルの中間ぐらいで、まあ、デザインが豊富で、えー、結構多機能です。機能もたくさんあります。はいでえー、スェルは比較的操作は簡単です。はいまあ、記事をスラスラと書くっていう意味ではスェルいいかなと思います。はいえー、ちなみに僕が教えている方はザットールの人が多いですね。なぜかというと僕が教えられ,教えられるから、はい、ちょ多少操作が詰まっても大丈夫だからっていうのはあるんですけど。お まああのー、どれでも正直いいんですよ。正直、この3つの中ならどれを選んでも大きな失敗はありませんと書いてあります。もうこの通りなんですよね。はい、別にどれでもなんとかなります。正直、これで失敗するなら記事の質とかあ、キーワード選定とかを見直していきたいところですね。と、はい、いうところです、はいでえー。最後になりました。まあ、今、ここまで,ここまで、ね、結構話した通りなんですけれども、フィンガーは機能が多く稼ぎたい人向け、えー、でスウェルは機能少なめ少なめとは言わないですね、正直。まあまあ、結構あります。 えー、あと、操作はやや簡単というところですね。あと、ザトールはフィンガーとスベールの間ぐらいこれ。かなりざっくりですね正直。まあ、でもザトール、かなり機能はありますので、間ぐらいという言い方はちょっと失礼ですけど、まあ、初心者さん向けに記事書いてるので、こういう表現になっているというのをご理解いただきたいなというふうに思います。はい、で、最後にですね、えー、他のワールドプレステーマの比較記事2個と、まあ、公式サイト見れますので、ぜひ見てみてください。まあ、公式サイトでねあの直感、これだと思った方を選ぶというのは意外といいんですよ。あのモチベーション大事なんでね。 結局、モチベーションなんですよ。このテーマなんか、いやいや買ってなんか微妙だわ、みたいな、そういうテーマ使っちゃうとですね、なんかモチベーション上がってこないんで、で、まあ、ちょっとの機能の差があったら、モチベーションでね、取り返しちゃうところもあるんでね、えー、ぜひ自分がモチベーション上がるものっていうのもね、一つ判断材料として選んでいただけたらと思います。ということで、今回以上です。ありがとうございました。